ダリンシアだ。マジでダリンシアだ。やった。あ、出た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 。そうそうそう。そんなことやってたら。ダリンシアだ。あれでかくない？あ、でかい。来た。ちょっと僕の方に来てる。あ、熱い。みんな腹の下や。すげえわ、頑張れ。ごめんって謝りたいわ、ドラゴン。ちょっとこの伝説武器使いたいからもう早速切っちゃうよ。今日はダリンシアがいるだろうな。今日こそダリンシア。まあ、このワンちゃんが復活してるってことは。こいつこいつ、野獣使いのこいつだよ、野獣。ハウンドファングの探検だって、この野獣が持ってたよ。え？ハウンドファングって言うんだこれ。めっちゃ強いよ。何？物理ダメージ49だって。マジか。まあまあ強くない。いる？いるよ。あ、見つかったんじゃない？来た。あ、ダリンシアだ！マジか。来たー。ちょっと待って、野獣使いが。あ、あれ、野獣コンボ持ってるわ。はい、倒れたよ。マジでダリンシアだ。やったー。よし、お縄にかけよう。行くよ。足を上げろ。ダリンシア様だぞ。よし、かやったー。かかう。やったなー。やったねー。じゃあ、ダリンシアと、もう一人の、何だっけ、オバマって書いてあった何て書いてあった、オルテガじゃなくて、オルバルや。オルバルだ。呪われたオルバルと、呪われたダリンシアのための武器や防具をここからかっさらっていこうぜ。倒れてる奴らたちから見つくろうぜ。あれ？これ何？足持ってるやん。え？ほら、やった。とりあえず足確保。金メリアやん。二人分ゲット。だって、ここで僕金メリアのコテ手に入れたもん。おー。どう？なんか持ってる？持ってない。武器や防具。痛い。後ろになんか叩かれてると思ったら。いやいや、結構増えてきたな。うん。一気に湧き出した。やばいぞ。あー、持ってない。さあ、もうすぐ湧くんじゃないかな。あ、誰か今。これは確実に見ましたよ。何もしてないですよ。今この兜があったから大丈夫なものの。いや、今構えてるでしょ、それ。今ちょっとチラッと見たもん構えてましたね。好きやらか。あ、出た。そうそう。そんなことやってたら。ダリンシアだ。男バージョンちゃう？違う、女の人だよ。え、そうなん？うん。私が、ほら、ヘイトを受けるから。おし！あ、倒れた。ダリンシアだ。やったー。じゃあ、自ら繋がしていただきます。だねー。やったな。こんなに簡単に入っていいのかな、手に。ん？オルバル忘れてた。できてるよ。そうや。じゃあ出すわ。ほい。もう。どうかな、ステータス見てみよう。強そう。お、武器が、正解鋼の剣持ってる。やっぱりすごい。HP5500。強戦士だね。ちょっとこのヌルスの装備そっちにあげたら？オルバルに。いや、ヌルス弱いからこそそれ作ってない。あ、そっか。うん。リンシア完成。やったー。すごい。旅路の一歩が終わったよ。個性的な奴隷を雇って。ダリンシアも5000あるよ。すげえ。あともう闘志、もう1増やしたら、ダメージに対する耐性が上がるやて。あ、私もう3まで振ってんだよ。だからやで。だからパワー全然体力ゲージ減らないんだよ。うわ、鋼鉄の肉体だって。じゃあ、ドラゴンいけんじゃん、私。いけるよ。一人でいけんじゃん。ちょっと違うって。それはないで。一人でいけるかも。それはバカだで。バカって言うんじゃね。ダリンシアできてる。ヌルスさん、ダリンシア取れない。じゃあ、ダリンシア出すよ。うん。装備を、さっき取ったやつ。これで、ドラゴンの巣の100個ほど手に入れたら、みんなにドラゴンの装備とかも作れるよ。いた！あれ？こんなちっちゃいドラゴンやったっけ？はい。そうかも。こいつだ！よし、こいつだ！ほら、みんな、やっちゃいな。こいつやったら簡単に倒せんじゃない？もっと大きいドラゴンをイメージしてたけど、大丈夫だわ。もう倒したで。よし、待ってろ。ほら、ドラゴンの骨。次々倒そうぜ。いるの、そんなの。ほら。あれ、でかくない？あ、でかい。あれはワールドボスだろう。あ、違うわ。どうする？普通のボスか。でかい。でかすぎるぞ。うわ、来た。後ろにもいた？ちっちゃいのが。まずこのちっちゃいの。大きいのはまだ気づいてない。あ、これも、ほら、ボスマークじゃん、1個。そうやね。これも1個ボスマークやね。そうなのか。さっき普通に倒してたから。ってことは、僕ら、これだけいれば、剣じゃない？優雅に歩いてる。いけんじゃない？これ僕ら。ちょっと距離も倒せる。あ、でもあれやばいな。悩むな。どうする？本当にどうする？大丈夫。いける。いける？うん。もし無理だったら、行こう。よし、じゃあ行こう。じゃあ試しにグラムさんちょっと行ってきてよ。はい、ボスです。ボス？うん。来た。ちょっと僕の方に来てる。あ、
熱い熱い熱い。あ、大丈夫。いや、大丈夫？生命力に振りましたから。全然大丈夫です。あ、いけるんじゃない？うん、いける。炎を吐くんじゃなかったっけ、これ。そう、晴れたよね。一旦晴れた。うーわ。頑張ってね。いけるかな？大丈夫。いけるいける。頑張れ、いけるよ。全然いける。押してるよ。どうしよう、スタミナがつきた。あ、もう半分だ。いけるわ。全然いける。それはもう、こんだけのネーム奴隷がいたら。そうそう。あとグラムね。そうやな。人間兵器な。私、腹の下に入ってるから。みんな腹の下や。腹の下で暴れ狂ってるから。スタミナ一向に減ってないのに。すげえ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 。すげえわ。頑張れ。ごめんって謝りたいわ、ドラゴン。うわー、目を刺してやるやった。あ、僕レベルアップ。なんや、すってんころいんやん。やった、またほら見て。やった、力の断片入ってたよ。マジで。なんか他には取れてる？取れてる取れてる、超取れてる。よし。ちなみにこっちはドラゴンの角が2、うん、ドラゴンの骨21個、こっちは骨が44。骨が44、うん、角はないですね。あ、角なし。でもドラゴンの頭を、うん、レッドドラゴンの頭を手に入れました。あ、いいやん。うん。で、この辺にさ、ひょっとしてレシピとかないの？ほらほら、ここ、ここ、ここ。あや、七子や、七子。七子の兵隊がいるぞ。これは下かな？祭壇の。上に行かないといけないのかな？上かな？じゃ、このドラゴンも倒しちゃう？あ、そうか。ちっちゃいから。で、色がちょっと違うぞ。ね、緑だ。おー、ちょっとアンデッド系だね、この顔。なあ。ないな。うん、なかったね。レシピ、ないの？ないみたいだね。もうシプター島に全部集められてるとか。そういうことか。じゃあ、シプター島へ目指すか。また行きますか。俺は、なあ、因縁のやつや。倒すか。ってことは、ジョーがいるんじゃない？いるな。倒した、倒した。また来たよ。うわわわわわ。なんだこれ。ここほんま危険な場所やな。うん、あ、これは、ワールドボスや。これは、やばい、やばいやばい。これはワールドボスだ。大丈夫。や、やばいやばいやばい。頑張れ。このドックやばい。ちょっと私、あの、焚き火焼きしてるから。でも削れてるよ。やったね。やった。はい。なあ。お、ちょっかりレベルアップ。レベルアップした。超サウンドリーパーいたな。固まってるね、なんかボス系が。しれっと銃を現れたの。マスターキーだ。やった。ほら。呪われた。バル、バル、なんだ。はいはい、撃つよ。鍛冶屋だって。剣の鍛冶屋って。よし。あ、どうした？え？出て連れて帰るの。なんか引っ張ってってる。なんでどうこっちにしたの？ドラゴン来てる。連れてきた、連れてきた。とりあえず、後ろ、後ろ、後ろ。え、何？来た。君、あ、これボスやん。え、また？ほら、そうちゃうの、ボスちゃん。またや、またボス戦や。私。2回目のボス戦や。もう、ゲームの連れてたのに。なんで急に始まるんだよ、また。じゃあ戦うぞ。今日、本日2度目のボス。すごい、でも色違う。なあ。うん。たくさんいるんだね。いろんなパターンがあるんやな。さすがに2度目となると、ちょっと危機感が出てくるな。疲れた。大丈夫かな。ネームドちゃんといるかも。よし、倒した。ボスの頭を手に入れたって。ネームドいた。さあ、道のり長いよ、帰るぞ。私は奴隷引っ張ってんだからな、ね。